我が仕を最後の相談となります、<laughs> このコーナーどっちに相談しよう <laughs> なんかリクソンじゃないの <laughs> まあ、ショーって言わないからね。<laughs> うん <laughs> 今の、うん。シって言わない三国志だよね。やっぱりね、あの、一応三国志の時代のお話だから、英語は使わないでくからいそう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 。あの、外案の時とかもね、あの、ありましたよね。マジでとか言っちゃいないマジでは OK だったんで、マジでって言ってたから。そうかそうか。マジでは OK なんだっていうね。あの、ギリギリのラインでギリギリのラインで。横文字は使っておりませんよ。はい。このコーナーは、リスナーからの取り留めもない相談ごとに、まずは若手相談員の宮野くんがお答えし、 そしての後私がお答えして皆さんに答えを選んでいただくというこのコーナーなるほど最終回ですようんもう最終回にふさわしい深刻なお悩みがすごい相談が来てるそうですねラスボスですよラスボスが来てるそうです一番強敵ですよいいですか紹介させてもらってもいいですか私は頑張りますここの準備はいいですかはい東京都にお住まいの鋼鉄ネーム水一さんから頂いておりますありがとうございますあドキドキするなんだ宮ル君インサーさんこんばんはこんばんは 私はこの年15歳にして肩こりに悩んでいます薬を使ってもいまいちだし親に相談したら病院に行けばと言われたのですが肩こりで病院に行くのはちょっと恥ずかしく何かいい方法があったら教えてください深刻です深刻ですね体の悩みですうんこれこれ何で僕は他の人と違うんだろうみたいなした肩こりってはい 最終回で15歳ですよ15歳で肩こり薬使っちゃってるし僕も結構こりしうであそうなんだはい子供の頃からじゃあ同じじゃないはいおかんにやらせたりしてましたねもめってもめっつっておいもめ今言えばおかんもめっつってまさしく師圧の心は母心いやお母さんとやりあったり ね、その年でやってましたけども、うん、病院に行けば行くのは嫌なんだうんまだあの年齢が15歳っていうことでマッサージに行けばマッサージうんでもこれテモミンんヘホンヒンとかんさヘホンヒンとかあるじゃんよくまあねでも歳チェーン店でさだってお金がかかるじゃないああそっか、うん、あれ結構高いんでしたっけ まも、あのによるけれどもいや、ま、やっぱりでも15歳で行くにはき,、ね、きっとちょっとね高いですよね一回行ったから治るわけでもないじゃん行き続けなきゃいけないですねそうそうなるほどあじゃあそうだなマッサージマッサージがでも一番いいと思うんですけど、うん、そのマッサージの心得がある友達を見つけるとか <laughs> 何マッサージ君うまそうだねって言って近づいていくのそう君ちょっとマッサージしてごらんよっつって してごらんよそしたらしてくれんのそう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 あああ君ダメ大丈夫なの更衣室の鍵とか開けとらんか大丈夫なのそれやってくれるのそういう何の見返りもなくうんそうかどうしようかなうんまス、そうだなまス、ふざけ合いっこみたいな感じでえ自分もやるんでしょそう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 それはオッケーなのちょっと飲んでることによって自分の肩は寄りに来っていかないのいや自分の時はちょっとあんまり私力ナイフ を予想って。何て高活な人なんだ。あ、ちょっと怒ってるね。あ、ちょっと疲れちゃった。今度私やってみたいな。それね、一回二回はいいかもしれないけど、三回目ぐらいからさすがに友達も怒るよ。そっか。だ、いろんな友達を渡り歩くとかね。いい役だ。自分の怒りがほぐれるまで。おお。こりがほぐれるまで友達を渡り歩く。なるほど。 ピップ平築犯とかもだから皮膚平築犯とかもまあねそういう科学的な力に耐えるのもいいんですけれどもまあ僕としてはねあの肩こり痛い凝ってるより強い痛みでごまかすっていう動画などね。僕よくやるんですよ蚊に噛まれたりするとギーッとこう皮膚をつねってしまうそう痛みでごまかすそういうなんかねああ M 的なことな <laughs> 僕は M じゃないんですよド M になれとまあ M の方には最適な方法じゃないですよね<あ>僕は M じゃないんで非常なあの苦痛を伴うんですけれどもあじゃそれより強い痛みを与えるためにも、うん、あそっかそっか ド、M、にあればでもその肩こり自体も気持ちいいんじゃないの <laughs> あでもそれがちょっと否定性みたいなそれが苦しいっていうことは M じゃないっていうことあそうだよねまあじゃあ僕と同じですよだから苦しいかもしれないけどそう,そうですよあのそういう苦しみなくしてその、うん、痛みから解放されない <laughs> 難しいな例えばどんな痛みですかんその肩こり以上の痛みああ叩く定規で叩くあの <laughs> 3 0ンチの定規でパー <laughs> いいあなるほどねその、うん、お寺的なお寺的な感じではい、はい、パあそれでも聞かなかったらあの先生が持ってるでっかい三角定規とかねでっかい三角定規を持ってるの <laughs> <laughs> それ学校でやるのそう学校でちょっとはだけないとダメだねスタンスタンっつって地肌にこうパンっていかないとあん、ね、まり聞かないからなるほどね ま瞬間的なものですけどね3 0ンチ蒸気で地肌にスパ, <laughs> スパンスパンするっていう <laughs> まああと僕のオススメとしてはこういうふうなね肺炎になったあの肩こりの器具を買う、うん、<laughs> それな一番の一番なんか普通の言 <laughs> ったら終わっちゃうかだ, <laughs> <laughs> だから最後に言ったんだ当たり前だあ,あ あと、えーっとそれを買ってくださーいそれが一番効きまーすいやー僕らもねはいんかねお悩み解決してもいい気分で最終回を迎えられますよどうですかやりきった感がすがすがしいですな今日一番まともな答えが出せたんじゃないですかまあそうですよ器具を買ううってい ないですからそんなに高くない一回マッサージに行くことを考えたらそれでね自分自分でそれからマさんも基本的に力入れなくてもできちゃうからそうですよねあれうまいことできてるんだからそれが一応いいじゃないこれねクリッと回すとねハードマッサージとソフトマッサージとのぼっちのね角度が変えられるからね持ってらっしゃる持ってらっしゃる結構いいですよ結構使ってらっしゃるおすすめおすすめこれ言えばよかったねなんだそれでいいじゃん <laughs> 宮野君から出てくるかなと思ったら出てこなかったから出った、ね、まあか最後に言っとくかとかそうだ <laughs> そういうのもね最終手段としてあるよ買え <laughs> 買うんだ